4日午後、岐阜県郡上市の東海北陸自動、道のトンネルの2カ所で、合わせて9台、車が関係する事故が相次ぎ、消防により、すと、14人が怪我をしているという子です。4日午後3時半ごろ、岐阜、郡上にある東海北陸自動車道の高橋トンネル、2カ所で、それぞれ6台と3台の、が関する事故が相次ぎました。県によりますと、幼い子供を含む5歳、14人が怪我をして病院に搬送され、死が、全員命に別状はないということ、現場のトンネルは長さが1640メートルで、片側1車線の対面通行となってます。それぞれの現場は100メートル、と離れ、雪の影響でトンネル内の路面も濡れていたということです。警察は詳しい、今日を調べています。この、ひびで東海、陸自動車道は、高須インター、園児と、鳥居インターチェンジの間で、5、4時間、